ございます。はい、今日は8月1日よりのニコラス月号の杖裏側に移植しています。今はミナ×新メモひまわしの杖をしているらしいです。こんな感じでいつも撮影をしています。こんにちは、今はダサコちゃんです。ダサコちゃん、しろしろ、頑張ってください。こんな感じでいつもお会いしてます。ニコラ TV、 これ回ってますか？回ってる。ここは、第8って言って、ここでみんな朝メイクしたり衣装に着替えたりするところです。楽屋みたいな。あ、そうです、そんな感じです。新メンバーさん、これ一人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 行こうよ。おはようございます。おはようございます。こんにちは、名口明日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますか今日？緊張してます。めっちゃ伝わってくる。どうですか今日の意気込みみたいな。やっぱ遠くから一応来たので。え、どこから来たんですか？長崎から一応来ました。では意気込みをどうぞ。皆さんの少しでも皆さんの頭の中の隅っこにでも残れるように強い印象を与えられたらなと思います。よろしくお願いします。素敵なコメント。好きなことは？僕一応今ダンスと歌とラップをやってるので。さっき藤井さんが、はい、ラッパーいるよって。あ、そうなんです。ラッパーですか？一応ラップ歌ってるのでラッパーです。おはようございます。名前聞いてもいいですか？はい、一応レン君、はい、何歳ですか？13歳です。13歳ってことは12です。若い。え、じゃあガチガチです。めっちゃ緊張してますよね。はい、今日の意気込みをカメラに向かって。はい、明るく頑張ります。好きなこととかありますか？好きなことは陸上です。走ったりするんですか？すごい、憧れのメモ。私です。あー、ワイプが出てる。え、私絶対見ますよね、これ。どこ出身ですか？東京。おお、一緒です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、緊張してる。ありがとうございます。おはようございます。いいですか、インタビュー。はい、名前教えてください。はい、校長です。よろしくお願いします。いくつですか？14歳です。14歳、中 3? 3です。おー、若いですね。じゃあ、今日の意気込みをカメラに。はい、今日撮影頑張って、これからもどんどんこのメモとして活躍できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、憧れのメモとかにいいですか？横浜流星さんみたいな、ここを通して、なんかどんどん演技とか、そういう世界に行けたらなと思ってます。すごい、ありがとうございます。特技、僕は小学校4年生か3年生ぐらいの頃からボクシングやってたんです。すごい。シャドーボクシング。どんぐらい？おお。すごい。どこ出身なんですか？千葉県から来ました。千葉県。はい、ディズニーですね。よろしくお願いします。ラスト、じゃあ名前教えてください。はい、あ、ひらなわです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何歳ですか？16歳です。お、じゃあ高1。はい、JK だ。じゃあ男って男だ。男です。男だぞ。DK。 そっか、 DK か。特技なんかもう全然、なんか特技とかはもう全然なくて、なんか唯一あれかなってなったら、なんか3歳からダンスをやってるんですけど、でも全然上手くないし。あ、あと絵が得意です。絵描くことが得意。おー、すごい。私絵全然描けないんで。あ、そうなんですか。おしゃれですよね、すごい。いやいやいや、もう全然おしゃれです。いや、憧れてるメモとか言ってます？憧れてるって言ったらちょっと違うと思うんですけど、メモにタカッティ、大倉タカトっていうの言うじゃないですか。はい、タカッティとめっちゃ仲良くて、だからまあ、タカッティと一緒にまあ、活躍できるようになりたいなっていう。おー、いいですね。じゃあ、どこで
生まれました。出身兵庫です。どこに出身ですか？兵庫県です。え、大阪弁ですか？え、わかんないです。でも、なんか大阪弁ってなんとかしてるって言うんですけど、僕神戸なんで、なんとかしととか、なんか神戸弁ってことですか？あ、そうです。神戸弁。今日の意気込みを言ってください。はい、今日の意気込みは、なんかモデルとして活動するのがもう初めてなんで、まあいい結果を残せるように頑張りたいなと思います。おはようございます。今日は、はい、作品名、企画名、企画名、新メンもかけるリナの気回しです。なんか F、あ、ちょっと某ドラマを真似した N4 というイケメン、なんか聞いたことあるな。 N4 4人組との物語です。いつもここに名前書いてこういうのもらうんですけど、今日はもらえませんでした。あ、大丈夫。あ、食べたいです。おにぎり、あ、魚としたけど、魚高い。ニコラ TV。 朝昼こういうところ来たことないんで、すごい、そういうのも緊張するんですか？あんま東京とかとね。あ、そう、はい、あれ、あ、そうだ、待ってるって言ってた。バイバイ。使わないで。こんな感じで、あのスタイリストさんとかメイクさんたちに囲まれながら撮影をしている感じです。ここにあるよ。ありますか？あるある。何あったよ。あ、あった。2017、最近というのは、あの試着室から出てきた間に優しく微笑む校長みたいな。最後。はよ。うん。そう、はい、そうです。どうかな、あ、なんか下向いて、そうそうそう、あ、オッケー、そうです。ニコラ TV。 ここは、あの、かわいい全体じゃなくて、こういう、あの、怒った表情があってとか、面白くやってとか、いきなり振りがかかってくるので、どんなのに対応しないといけないです。無茶ぶりがすごい。あ、はい、さっきやって披露してくれました。すげえ、よかった。よし、あ、今までラッパーがラッパーソロです。お願いします。もう自由に、いいよ、お願いします。ほら見ろ、枠から外れた、暴れた、落ちぶれた、ただ彼たくなき鼻から目指すな、しゃべるな、年向けた、たてきが終わり回れば勝ち、正義のバッジをつけて、バンバンバン魔女裁判焦げて、アミンのフレーバー膨張する、同調圧力、常識被疑者はもう重傷。ああ、狂信者たちよね、それなんて信仰宗教、信じた者しか救わない、いや、信ずる者すら救わない、神様に、それでも今日もすがるのさ、ああ、いけない、いや、何回歌ったんですか？めっちゃ浮かれてラップしているリナを大きめで後ろの方で大丈夫かなっていうよしと。緊張してるんですよ。多分歌い出しで勝ったことない。 OK、 よ、ヘイヨー、ラップ、ラップ、サランラップ、あなたの心を包み込む、ヨー、サランラップ、ラップ、ラップ、水滴滴る、ラップ、あー、お米、お米、乾かない、お肉、お肉、乾かない。すげえと思う。本当ですか？すげえと思う。度胸かな。そのフリースタイルすげえと思う。ニコラ TV。 よし、そうだね。
右開けです。あ、右開ける。いや、服がね、なんか見えないっちゅう。しょうがないよね。左手で、右手でお願いしますでしょうか。右、あ、ごめん、キヨちゃん。あ、右手。あ、左手。そう、あ、左手。ごめん、左手。あ、ごめん、ダメ、右手。あ、いいんじゃない。なんか違いし、あ、立ち位置も確かに。あ、いいかも。うん、見える。ふざけてる。ごめん、何言ってんだよ。こんな女初めてだよ。今日は何役ですか。今日はアホなりなちゃんのしつけお友達役です。あ、演技派ですね。そうですね、やっぱりアホなところも、あの真面目なところも出すことを意識しました。変顔してたのをがっつり押さえてます。がっつり押さえてました。しないですよね。え、だってりなの方映してました。あ、よかった。下で変顔してる。二人でやってるっていう。ああ、よかったよかった。一人転校したニコラ TV。 皆さん改めましてこんにちは、多田成美です。今日からカメラマンに就職しました、りなちゃんです。こんにちは、りなちゃん。こんにちは。こんにちは。いつも可愛いなって思ってます。なんか下止めるとこやってる。頑張ってください。止めてないでしょ。あ、そうなの。ああ、ちょっとリンクしたね。さあ、さあ、いい。もう一発リンク。せーの、パチッ。あ、オッケー。うん。むずい。どうすか。え、めっちゃむずいです。なんか普段生写真の撮影してるんですけど、それと全然違いますね。なんか難しい感じ、なんか。こうしようすら、じゃあちょっとこうしたくて。こう、あ、え、じゃあ近いみたいな感じで、クーってなって、このクーちゃんは、オッケー。ごちそうさま。うん。もうちょっとか、もうちょっとか。どうぞどうぞ。オッケー、どうぞ、オッケー。最初ロケ行って、次に学校みたいなポイントで、その次に撮影、よく行くから使ってるスタジオに、これから行きます。メートルぐらい。行きます。ニコラ TV! 着きました。いただきます。天気は。はい、じゃあ。曇り。あ、けど今日本当は雨の予報だったんですけど、曇りだったので良かったです。私はちなみに雨女。では、メインカット。じゃあメインカット。どうですか。今日さっきより緊張してないよね。はい、朝ガチガチだった。ね。ちらっと横目で。ほら、よいしょ、よいしょ、はい。で、カーブプロセスコール。はい、よし、よしちゃん。よしちゃん。で、レンちょっと、喋ってて、いい笑って。あ、いいね、いいね。好きな人いるの？ね、あーってね、口開ける。そうそうそう。開ける。クロちゃんもうちょっと近づいて、え？あ、いいね。変わったの？口を結構開けて大丈夫。あー、そうだ。あー、開けた、開けた。あー、いいっすね。やめるんだ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 。オーケー。ああ。気が悪い中で。オッケー。うん。ちょっとニヤッと笑ってくれ。レン、もうちょっとね、おじいちゃんがいいな。おじいちゃん。おじいちゃん。で、クロちゃんは、わ、すごい、なんか、すごいね、つって。こんにちは。今日ずっと私服だし、そう彼だけ。そうなんです、僕だけずっと私服なんですよ。ベレー帽に前髪を入れる。はい、すいません。お願いします。ここですね。私はこれでドローンします。失礼します。坂なの。黒、サッカーで、黒サッカー。ペースすごいですか。ペース4人です。大体もう独占でしょ。違うの。グラスが。お呼びになる。はい。
あ、そうなんすか。そうなんすか。かっこいいっすね。初対面。今日初めて、もうみんな初めてです。はい。みんなも超笑顔で。あ、じゃあ笑顔でストップ。あ、よ。いいよ。せーの。あ、ね、ね、足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 、ね、みんな拾ってます。はい、チーズ。王女様だね。これはガラスの筒です。ここ私の撮影は普通の撮影と違って、あの服を見せながら、あの可愛い顔だけじゃなくて面白い顔とか、その物語に合った顔をしないといけないので、ちょっと難しいです。じゃあ、あとこっちは頼む。あ、膝これ可愛い顔でどうしようかな。いいよ。オッケーオッケー。パッて。そう。結構顔正面でいいよ。はいよ。人気出よう。はいよ。オッケー。ラスト。一回見る。ニコラ TV。じゃあ今日の初撮影の感想を聞いていきたいと思います。どうでしたか？そうです。なんかもうほんまに現場の雰囲気がめっちゃ明るくて、なんか。やっぱこんな楽しい雰囲気で撮影した雑誌って読んどる人も絶対楽しいやろうなっていうふうに思います。素敵なコメントです。おしゃれな直哉くんからでした。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の撮影の感想を教えてください。はい、すごい最初は緊張してきたんですけれど、して、集合してきたんですけれど、新しい友達もできたし、撮影も楽しかったして、まあ、うまくできたかはまたちょっとわかんないですけれど、発売日が楽しみだなって思いました。トークがめっちゃ上手ですよね、この辺。お疲れ様です。じゃあ今日の撮影の感想を教えてください。はい、はい、まあ、今日だけでたくさんのことを学んで嬉しかったです。レン君最初めっちゃ緊張してたんですけど、最後こんな堂々になりました。はい。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。今日の初撮影どうでしたか？最初の1回目とか緊張の前は控えてる時ですが、めっちゃ緊張してて大丈夫かなとか心配とかいっぱいあったんですけど、撮影する時の雰囲気がすごい明るくて、撮ってる時全然楽しかったので、2回目の時なんかも緊張しなくて結構楽しんで撮っていかれたと思います。すごい、ラップも上手な吉田くんからでした。まあ、5人で今日はストーリーをやってきたんですけど、大好きなドラマのという漫画をやったので、やっていて楽しかったし、結構年下の子も多かったし、同い年の子で年上の子がいなかったので、結構ほんわかした子たちが多いなと思って、すごく母親気分で、さすが最年長です。皆さん、今日の動画はどうでしたか？ぜひこの感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいので、皆さんぜひコメントたくさん待ってます。こんな感じでニコラの撮影がいつも行われているので、また裏側密着レポができたらいいなって思ってます。ぜひたくさん見てください。